私の永遠のテーマカラーでもあるピンク色の振袖を身にまとわせていただいたんですけども、すごく私にとってピンク色は本当にパワーを与えてくれる色でもあるので、自信を持って今日はここに立つことができております。例年の皆様がこう並ばれている画像をもう必死に見て、皆さんどんな髪型ヘアメイクしてらっしゃるんだろうっていうのを見て、私も先輩方の背中を見つつ自分らしい個性を今日ここで発揮できるようにと思い立っております。はい、今年1年は特にいろんなお役に出会わせていただく機会をすごくいただいたので、特に制服を着る役はずっとやりたいって言っていたので、たくさんできてすごく嬉しかったですし、こう個性の強いキャラクターをやらせていただくことが多かったので、こう自分にとって挑戦的な1年でもありました。やりたいことがもう本当にたくさんありますので、こうファンの皆様と手をつないで鶴島ノアにしかできない表現をこれからも届けていけたらいいなというふうに思っております。文章を書くことが好きなので、こう自分だけの物語を紡いで、そこに自分が実写で出演できるようにしたいなというふうに思っております。